これは低木性に育ってきていますバナナマッサンですが、1ヶ月ほどの生育停止に見えるような期間の後、この葉っぱが巻き葉から展開して前のように掘り上げ、それから断根処置をする前のように、この針葉の後1週間ほどで巻き葉が出てきていますね。こういう葉っぱの観察から、この陶水ポット内部では根の進展および進根の発生が活発になってきているというのがわかるわけです。せっかく再度活着したところですから、どうなってるんだろうとか、まあ好奇心で掘り上げて、このバナナの成長を邪魔するようなことはしない方がいいわけですね。葉っぱを毎日観察して、その変化から根の成長、生育具合を洞察するというのが賢明ですね。こちらのもっと大きいマッサン、大きくなっているマッサンの方は、この針葉が出てきて、おそらくもう巻き葉が数日中に覗いて、この針葉のところから覗いてくるだろうと思いますね。だいたいそうですね、梅雨時に思い切った掘り上げと相当の断根をした場合には、和歌山県ですと1ヶ月ほどの見た目の生育停止状態があるということが、他のドワーフオリノコとか銀バナナなどで同様の処置をした例からも分かってきました。これでいつ開花するのかまだ定かではありませんが、開花するのもずれ込むということですね。針葉の兆しが見えるまでの1ヶ月間ほどの遅延があるものかどうか、それは分かりません。そういうことをはっきりさせるためには、また何本かの苗を用意しておいて、掘り上げ断根処理をしない株と、それから掘り上げ断根処理をした上での根域宣言をした株をですね、そうですね、少なくとも2株ずつは用意して、開花結実にどのようなズレの期間があるかを観察しないと、これははっきり言えません。一株同士の観察ではちょっと実証例としては少ないですね。まあそれについては、今そんなことしてる暇はありませんので、また来年にでもやってみようと思っています。